ようこそ20214月11日日曜日、どうですか皆様、充実した週末お過ごしになれましたでしょうか。さてさて、今日のスライドショーは前回の続きって感じになりますよ。この墨絵原画からのデジタルコラージュもう一つってことで、今回の作品は富士山になります。こらこら富士山ってって感じもございましょうか。実は私、富士山から名前をいただいてますんで、ちょろりちょろりとは挑戦してはいるんですがね、難儀なモチーフではありますが、すでに世界に知れ渡る傑作が存在してますからね。ちなみに前回挑戦した富士山はこんな感じです。今回のは結構こうストレートに挑んだ感じになっておりますよ。この先もちょろりちょろりと富士山作品出てくるとは思いますけれども、ご愛嬌ってことで、お付き合いのほどよろしくお願いします。それでは皆様、ごゆっくりどうぞ。ほいほい、さてさて、福助先生の一言解説のコーナーでございます。先生は音楽の方にも精通していらっしゃるとのことなので、今日はパンクロック、セックスピストルズについてご解説の方よろしくお願いします。それでは先生、よろしくお願いします。ピストルズですか。ようござんすよ。それでは行きますよ。オラ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 。以上。